私のカード持ってるけどさ、なくされたら困るよね、酔っ払ってね。またなくしたら困るよ、カード。平気なんかさ、カードも持ってるんだよ、あいつ。もう分からへんねえで、あんだけ酔ってれば。カードをどこに置いたか。困っちゃうね。ほんと、みんな作り変えなくちゃだから、引かれてるのね。もう本当に次から次こういうことばっかりだね、うん、飲み代もってね、うん、黒沢くんが悪いよね、予備くんがね、うん、来なければ今ね、たまちゃん見てたあのぐらいだから、今までそういうことなかったよ、ずっとあの黒沢くんが予備来るとああなるんだよ、いつも。そう、困るよ。その前にもう飲んでんだから、うちで昼間から飲んで、また呼び切られて飲めばああなるのは当たり前だよね、うん、困ったね。まったく苦労が絶えないよ。ああいう人と一緒にいたくないな、もう本当にね、うん、もうダメだよね、ああいう人は。だから警察が言ったものね、警察がね言った、うん、こっちから電話するから、様子の変わったことがあるかーって、あ、またガタンってやった、またガタンってやった、大丈夫かね、ちょっと見てきようか、行ってこようって。そうだね、様子見てくるね、行ってみねえと分かんないから、電気つけて寝てるんだよ。私デイサービス行かなくちゃなんだよ、明日大変なんだよ。そんなんで酔っ払われたんじゃ困るんだよ、私。ねえ、カードどこにあったの？なくしたら困るからさ、カードどこにあるの？持ってったよね、私のカード。なくしたら困るかんね。俺、黒沢さんにもう来ないでくれって言うで、私。その前に飲んでるんだから、もう。だから二重になっちゃうから嫌なんだよ。もう。なんでだか分かんねえわ、私、もう。なんか偉い音したで、パターンって。もうダメだよ、あの人。そういう人は置けないよ、私。無理だよ、もう。自分が具合悪いんだからさ。また缶チューハイ買ってきてる。バカじゃねえ。ちがいやな。カードどこ置いたの？貸してくれる？カードなくしたら困るから。ね。なくしたら止めなくっちゃだからさ。疲れちゃうからさ。ね。悪いけど。カードどこにあるの？私の。
困るからさ、年中ヘマやってるんじゃこれ以上私もう面倒見られないよ、無理だから。ほらまた買ってた、また、はあ、ダメな人間だ、すごいね、ダメな人間だよ、たまげるよ、もうあれだね、こういう人はダメだよ、もう寝てないよ、起きてるよ、もうさーっとしてテレビのとこにいる、何考えてるかわかんない、私には困るよね、私ももうこんなことの繰り返しじゃもう私ももう人生こんなことの繰り返しじゃ私も困るからさ、私丈夫じゃないからさ、何かあったら困るからさ、ダメだよこんな人じゃ、もう困ったね、ああやって言われたんじゃ、テレビの前でパンツ一丁でさ、何考えてるか分かんねえよ、私もうこれ以上嫌だよ、私も一緒にいたくねえのも悪いけども、ここまでさ苦しめられたんじゃ私も困るからさ、もうずっと苦しんできたから、私そっちではお金なんか一銭も入れてもらってねえしさ、何にもねえよな、もうどうでもいいよ、わずらはっきり言って、人のカードどこ見たん、ちゃんとカード返してね、なくしたら大変だよ、こないだみたいにねえねえって自分のポケットに入って困ったな、カードも見つけなくちゃんだよな、これからなんで私ここまでやめちゃうのかな、カードがカードどこにあったかわかんないほど飲んじゃダメだよ人間、もううちで飲んでたんだから行くべきじゃないよ、黒沢さんが来てもそうでしょ、あんた限度がわかんない人間だからな、バカで最初からバカだもんな、昔からそんなのわかってるけど、おいそじゃダメだよもう人間、私明日レイ行くんだから困るんだよね、メーラー酔っ払われちゃうんじゃ困っちゃうよね、どんなきついかさ、おかしいんだね頭が、見てきたよ、もうさーっとしてるテレビの前で座ってるずっと、おかしいよ、困ったね、あなたそれじゃ困ったね、私うちにいられてもそういう人に、私はもう面倒見きれねえから、そういう人はもう何回も同じことを繰り返してるんじゃ嫌だよ、私もこれ以上苦労したくねえよ、もう買ってきたものはほっぽっといてさ、私のカード返してよ、とにかくカードどっかやったんだら手配しなくちゃだから、またどこにカードやったか覚えてるんかね、カードって大事だからさ、疲れちゃうから人に使あの拾われれば、もうなんで私のカード持ってったんだよ、もう嫌だよこんな騒ぎばっかりじゃ、自分で持ってったカードぐらい覚えてるよ、ムカつくよねこんな人と一緒にいたらね、うん、ほっとけばねえ寝るでしょって本当？意識あるのかって答えはない、黙ってる、うん、
カードはっての全然、ね、何にも騒ぎしてももらえないなよって、もカード出してもらえないよって、そうだよね、10万円の次は楽天カードかって、ポケット見てみなって、そうだね、カード心配だって、そうおとなしいねって、座ってろん、こうやってさパンツ履いてさ、パンツだけで上シャツこうやってろん、テレビの前で何もしてない、テレビの前でこういう感じだね。でもカードを今日中に確認しないと明日データずらないねって、そうだって、なかったら使われちゃうもんね、お金をね、まだ残高あるかんね、あれ全部使われたら拾われて困っちゃうよ、今来たよカードをなくしたのって、そうわかんねえ、カード酔っ払ってるから怖くて言えねえんだよラブちゃん、もうドーンと音がしてさ2回もう酔っ払ってる、呼び来たんだ友達が、サンダ飲んでるにまた行ったんだ、だから飲んじゃってるから、なんか言ったらうるせえってこうに言われた、これで寝てるんかなと思って見に行ったらさ、あれだよ今便所減ってるよ、音がしてる便所の音、信号じゃねえよあれ、困ったね、あれ静かに寝てくれないけどね、こっち来るよって酒取りに、猿股できたらバンなるよね、またこれこっち向けりゃ大丈夫大丈夫、もう本当に嫌なら行動しちゃって変わらないよって、そうか、はあ、うわあ、はなあって、こっち来るよって酒取りに、もう KP をプレゼントって、ありがとうゴールデンキャドレックさん、ありがとう、怖いよ気をつけてください、ありがとうね、ありがとう、よしえさん退学するよな、なんか音がするね、シュランなのって、そう大師さん、サロマタジー様、そうだよ警戒しておこうって、バグケミーちゃんありがとう、ありがとうね、怖いよ私、どうしたらいいのかな、怒ると怖いかんね、ほんと何でもやるかんね、こういうとこはたいたりすごいよ、まちこちゃんメガホンごこありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、おめこんぶちゃんトイレまた汚されたかなって、もう汚れてると思うよ今入ったから、包丁だけは気をつけて、そうだよ、隠してねえけどね、まだね、何も言わなきゃ包丁出さなかんべからね、私が何か言えば、あ、いたって、ね、あ、来るよ来るよ来るよ、来たよ、立って歩いてる、ねえねえ、パンツで着ちゃ困るよ、パンツで、パンツで着ないで、うん、いや俺は寝るから、だけどさカードどこにあるん、なくさねべ、あるあるよ、じゃあ見せてよ、心配だよ、何がカード、カード持ってってなくしたら困るから酔っ払って、だカード見せてよ、だって拾われたら困るからさ、もうそんだけ飲まない方がいいよ、困るから、何やってるん、ふっくり返ったんかい、
ダメだよ、そんなとこへふっくり返っちゃう。まともに歩けねえんじゃん。困ったな。もう寝た方がいいよ、じっとして。まともに歩けねえで、その辺ぶっついて壊されたら私困るよ。もうここまで苦労させないでくれよ。本当に私。私だって具合悪いんだからさ。歩けない人が歩いてくらっていいんだよ、こっちまで。じっとして寝ればいいでしょ。ねえ、カード貸して。カードなくしたら困るからさ。カードだけはある？ここよこしてよ。怖いからさ、カードなくしたら困る。危ね危ね危ね、もう寝た方がいいよ、もう無理だよ。この辺ぶついたら壊しちゃうからもう。もう無理だよ。もうこれ以上苦労かけないでよ、もう悪いけど。クロちゃんに言うてよ、私もう骨でくれって。危ね危ね。危ねえ、下がれよ、下がれよ。ないじゃない。ポケットじゃねえ、日本の。こんなとこで寒い入れとかんねえ。なんでよ。楽天カードだよ。持ってったんだよ。なくしたら困るからさ。ポケットじゃない。もう分かってねえよ、自分のことが。もうダメだ、この人は。無理だ、無理だ。濡れてるんじゃねえ、むしろ濡れてたら布団から俺濡れちゃうで。パンツ濡れてるんじゃねえ。いいよいいいい、私が見つけるんじゃ。いいいいいい、困る。なくされたら困るから。もう寝てくんない、悪いけど寝てくんない。もう向こう行ってくんない、向こう行って寝てくんない。もう悪いけど一度壊されたら困るからさ。いいから、ママ私が見るからいいから、もう寝てくんない。もう悪いけど寝てくんないよ。もう嫌だよこれ以上。悪いけどもういいから、もう寝てくれる。もう私もういいから、危ないからやめてくれる。もう本当にあんまりなことすれば私あるので、警察に言うで、電話して連れてってもらうで。私もこんな繰り返して嫌だから、はっきり言って。だからいいんだよ。危ないんだよ、ほら、ぶっくりがいるからいいんだよ。私がたま面倒見るから。大丈夫だから。向こう行ってよ、早く。こんな歩けねえほど飲むばかりねえで。いらないよ、あんたは。うちを壊さないでね。これ以上金かかったら困るから。一生懸命頑張ってんだから私だって。こんなとこは寝ないでね。悪いけどひどいよあんたは。ひどく苦しめてるよ人生。あんたダメな人だよ。ないいいくらだってもハードどこ見たの。悪いけど普通じゃないよこの人は。もう何回も同じ繰り返ししてるから治らないよ、あんたはもう人間的に。もう無理だよ、一緒にいるのは。私は思うよ。あんたダメな人間だよ。あ、なんで、ポケットはなんで、あの、困ったな、なくなったら私困ったのか。なんでこっちにも。カードなくしたんじゃない、困ったね。いやだな、私もう困っちゃうな。
人に骨目を出してる。反対に
私骨ばっかり折らしてる人生。あなたに一生金もらってないですからね、働いてても私は。そんなとこは寝ないでね、悪いけど。布団はこんなんで、20にこんなんやって、ひどいよ。もうダメだ、あんたはダメだ、あんたはダメだ、もう本当にダメだ、はっきり言って。黒沢さんに言うからね、今度は決めてくれて。俺困った、三度うちで飲んでて、また飲み連れてかれて、私困るよ、これじゃ後の始末は全部私じゃ困るよ、私レーサービスするの疲れちゃうよ、こんなことしてたらもう終わりだよ、人生ひどいよ、あなたはひどい人だよ本当に、そっちでのさばっててひどいよ、普通の人間じゃないよ、ゾンビだって、あなたは普通の人じゃない、私はいつもそう思う、だって何もしねえの、寝てだけ寝て、起きてえ時起きて、酒飲んで、毎日昼間から酒飲んで、いいじゃないよ、こんなとこ、どうでもいいよ、こちら。もう別れた方がいいわ、飲み込み言って、こうこまで苦労かけられたんじゃ、たまったもんじゃないよ、私を助けるくらいねえよ、私に迷惑かけて言ってる、あんたは。ノリコなんか知らねえなんだよ、こういうの。私がどんな苦労してるか、人生は。ノリコには言えねえけどよ、あなたはダメにね、あっち言って。あなたはダメにね、もう、アパートに帰って寝た方がいいよ、もう。ここにいないで。もう一緒に暮らしても意味がないから。毎日こんな繰り返しだから、今までこんなことなかったんだよ、ずっと黒沢さんが来るからこうなるんだよ、あの人に言うから、私今度連れてったら私面倒見てくれって、こんな酔っ払って、もうずっと酔っ払ってんだから、うちで酔っ払ってんのまた連れてくるってのはひどいよ、はっきり言って、いくら友達でもひどすぎるよ、どうでしょう、酔っ払ってる男を連れてくるってのはひどいよ、ほんで後の始末は全部私だよ、こんなのないよ、だらしねえ男なんだから、人間が普通の人間じゃねえんだから、あったそんなことは私みんな知ってるよ、バカじゃねえ、ほんとクズだね、あんたは人間的にすげえなと思う、もういいや、あのなんかやらないから一切私のカードを持たせない、もあなたにやる必要ね、あよかった、カード見てこんな人間にいられるだけでも迷惑だろう、私悪いけど自分で反省した方がいいよ、反省して もう反省の色がねえからな、ちょっともな、いくらに経ってもな、うちの中は汚ねえしよ、私ができねえことちっともやんねえしな、どうともやないでもな、うん、たださ、カードなんか絶対やんないよ、私もカードなんか私は大変だよ、こんな人とんでもねえことだよ、無理で、私はもうこの人いねえで、本当にもう無理だよね、こういう人できてるのは、私はもう我慢できねえわ、ここまでどうしようもないわ、もうどうでもいいわ、そんな格好して寝ないでね、ちゃんときちんと寝てね、シートも時計がいねえで、私が時計なきゃ何もできねえんだから、本当にあんたどうするの、ちゃんと寝てくれよ、でき危ねえよな、絶対この野郎は電気切ったらぶつけるよな、どこ
だよな。電気つけといてもいいよな。こういうバカだから。電気つけてなきゃ食えるからな。こんなやつ。普通の頭じゃねえから。やだやだ、こんな男と。キモい。こんなクズになってやん、男で。ほんとクズでやることなすこと。めったいろんなもん買ってきちゃ、新しいもんから新しいもん食ってさ、何も頼んねえんだから。よだやろで、あんたは人間のクズ。こんな人の面倒見たくないよ私。すごいよ、すごい。さんまた一つでうろ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 して、あっちぶつかりこっちぶつかり、こんな男を面倒見たくないよ私。